1994年の日本ハムファイターズでは、1994年の日本ハムファイターズにおける動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、3回目の大沢慶治監督体制の2年目のシーズンである。就任2年目の監督の大沢慶治は、1994年のシーズンは1993年の勢いのまま行こうと思ってた。 故障していたエースの西崎幸宏も戻ってくるし、準備も万全。はっきり言って、自信もあったよと述べていたが、大沢は、自信があったシーズンだったが、いくつか誤算があった。柴田康光の心臓疾患、横浜を自由契約となった高木豊を獲得したが、大沢は、あいつはもっとやられると思っていた。けど、やっぱり力が衰えてたんだな。打線のブレーキになっちまった。 と述べ、マットウィンタースやディックシューは契約で揉めて、やる気をなくして大きな誤算になった。開幕直後にロッテに連勝したものの、オリックスに3連敗、フロントが現場批判を新聞記者に喋り、その翌日のスポーツ紙に日本ハムナイフン、フロントが現場批判という記事が載り、頭に来た大沢が当事者の球団関係者を怒鳴りつけた以降チームの空気が悪くなり、 大沢とフロントが対立、再会に低迷し、8月に大こそ吉野リオーナーに今シーズン限りで対談することを報告した。最後は1984年以来10年ぶりの再会に終わった。東京ドームでの最終戦となった9月28日のロッテ戦試合終了後大沢が今年再会になったのはすべて私の責任です。 ファンの皆様には大変申し訳なく思っております。と話し、グラウンドで土下座してファンに謝罪した。シーズン終了後、戦力外を受けた大島康則、柴田、高木も同年限りで引退した。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。